皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。では今回は提督の決断法、空母なし縛り、プレイをやっていきたいと思います。前回ですね、まずこの南シナまで進出しました。ただこの南シナね、思ったより石油がなくて、艦隊が第一艦隊しか進出できていないという状況なので、まずはですね、この南シナに艦隊を集結させつつ、マラッカまで強行しようというふうに考えています。なのでマラッカまで強行して、その後オーストラリア、ハワイと攻略戦をね、行っていきたいというふうに思います。特に中部太平洋、あるいはアーリューシャン、この辺りから敵の艦隊、アメリカ軍艦隊が出てくる可能性が高いので、そこはね、注意をしっかりしていきましょう。で、前回ご覧になられていた言い方もいるかなと思うんで、今設計中のですね、高速の水雷用駆逐艦ということで、ちょっと今スペックお見せします。双楼型、まずですね、特筆すべき点としては航行速度42キロノット。これはね、もうちょっと機関レベルが上がってきたらさらに上げていきたいなというふうに思います。なので、これをね、しっかり作っていきましょうというところになりますね。建造するにはちょっと鉄鋼が足りないよっていう、ちょっと情けない状況なんで、鉄を回収したら次のターンでしっかりここは双楼型建造に入っていきましょう。では時間を進めます。2型の数軸群がジブラルタル、これ攻略できないよね。無駄にさ、ジブラルタルとか言っちゃダメだよ。そんだけさ、艦隊のダメージが出ちゃうじゃん。小型ディーゼル機関、これもすぐ。さて、2ヶ月でマラッカ海峡がいいとこでしょう。動けるのかというのはあるんですけどね。いやー、マラッカじゃない。レイテが先だったかな。今更だな。艦隊が追いついてきたら、マラッカまで行きます。南シナは、どうなんだいという感じだな。で、鉄が全然ないのは、さっき、無駄に艦隊を傷つけてしまったというところですね。あれ痛かったなー。小型のディーゼル機関はすぐにやる。レーダー探知機もやっとく。レーダーを搭載した、艦船が発する電波を捕捉。敵艦の位置を逆探知。本兵器が開発されると自動的に艦船に搭載。海戦では艦載水上レーダーを搭載した敵艦を視界外から発見できる。なるほど。あと回しにしましょう。あおー。で、その代わり技術開発、ここにお金を入れます。ちょっとでもいいのでお金を入れます。で、情報活動はマラカ。いや、お金がなさすぎてやばいな。さあ、レイテですね。第三艦隊、ここも敵艦隊、アメリカ軍艦隊はおそらく出てきていないというふうに考えています。夜間に突入。敵の場所は分かってるので、ここに急行します。これ第三艦隊で合ってるよね。戦艦加賀、近藤さん。なので、この第三艦隊で、レイテを攻略。お金がないので、レイテにね、できれば、飛行場建てたいんですが、ここはちょっと微妙かな。ダメージは受けたくないんで、夜の間まで退避かな。退避させましょう。再び夜になるまで退避。敵のね、航空機に発見されて攻撃を受けるぐらいだったら夜の間は一旦退避。そして再び夜陰に乗じて、画面マップ左下にある敵の第二飛行場、ここを攻略しましょう。
今艦隊ダメージ受けると修理するのに鉄を使ってろくでもないことになるので、それはね絶対に避けたいなというところですね。ではそろそろ攻撃隊を向かわせましょう。了解了解。ちょっとタイミング悪かったかな。着く頃にはなんか夜が明け始めてそうっていう、どうなのそれっていうことになりそうな感じになってきたぞ。どうしても戦艦が入ってるとね、足が遅いというのはあるんですが、それ以上に僕の指示が非常にまずかったな。完全に夜明けと同時に攻撃を開始するという、アメリカ軍からしたら絶好のタイミングだな。最低なことになったぞこれ。まあ続けるんですけど、もうここまで来たら。よし、まあちょっとダメージ出ましたけど、本文字というとこかな。戦艦終わりが勝破してますが、レイテも取りました。さあマラッカに向けてというところで、南シナの艦隊どうなってる？未だに戦艦2隻が中破か。もう一個艦隊出さないと厳しいよね。レイテには輸送艦輸送船ですね。で、今見てもらった通り輸送船がちょっと足りてないので、輸送船はすぐに作りましょう。優先ですね、優先。その分技術開発が遅れるんですが、もうこれはやめなしというところかな。で、情報活動は入れておきましょう。ラバウルにも入れておこう。次ラバウル攻略していきましょう。あとセレベス、さらにはジャワ、この辺りまで攻略を一気に進めたいところですね。物資援助は特にないんですが、金欲しさに、鉄を供与しましょう。もしかしたら技術供与の可能性もあります。輸送船はできるだけ数欲しいものの一隻しか作れない。金がないんだな。くぅ、せっかくの双楼型の駆逐艦が投入できない。しょうがないですね。さて、では続いて東シナ、南シナにいるこの艦隊ですね、これを一路マラカへ送りましょう。でレイテには輸送船、まあ一隻しか補充できないという情けなさではあるんですが、ここはやむなしですね。技術開発はもう常に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 薄めでもいいから入れます。で超活動はマラッカがなくなっちゃってるんで、逮捕されてるんでマラッカに入れましょう。でようやくようやくですね、ソロ型の水雷戦隊を組むために駆逐艦建造していきます。ソロ型、これです。建造、2隻だけか、残念。これはお金不足ですね。鉄はあるけど金がない、しょうがない。そしたら鉄を一旦ドイツに供与して、また何かしら、便宜を図ってもらいましょう。で南シナにいる艦隊を動かすのはもう一旦後にしましょう。いやアメリカ軍の動きが気になりすぎる。では南シナにいる艦隊ですね、これをマラッカへ動かしたいんですが、ちょっと待ってね、マラッカに動かすのちょっと危険だな。マレーで一旦待機、3個艦隊投入して確実に
マラッカ海峡を抑えたいので一旦待機します。でレイテに入っている艦隊、いやー動かしたいな。オワリ小波ではなく中波ですね。オワリ中波してる状態なので、どうしようかな。今何をどうしようかなって言ってるのかっていうと、このオワリを修理するために南シナに派遣した場合また石油使うんだよね。それ嫌だな。となると、とはいえ貴重な戦力なんで、わかった、じゃあこうしましょう。第三艦隊のオワリ、これを艦隊編成で、第16艦隊こっちに一旦移して、第16艦隊の終わりだけを一旦南シナに移動させます。これでどうだ。うん、いいでしょう。で、いつもの技術開発、兵器開発に進みます。今回ちょっとお金に余裕が出ているので、とはいえ無理だな、やっぱ200だわ。結局お金がないと作れないんですよね。いや、ちょっと今回情報活動も控えよう。代わりに作るのが走路型。これです。これを作れるだけ作ろう。マラッカはね、できれば占領したいところなんですが、今、ごめんなさい、揚陸艦をね、そのマラッカまで動かす石油がない、まあ、そういう状態なので、ここは我慢ですね。お、石油2000はマジでかい、マジででかいぞ。ありがたやマラッカ攻略もちろん続けましょう。金がだいぶドカッと入ったので、やれることが増えましたね。さらに石油も増えている。これはいけるぞ。マラッカを取る。そして、蓋をする。マラッカ海峡でまさに蓋をします。敵の艦隊、どれくらいいるかわからないですが、確実に蓋をする。んで、技術開発からいきましょう。特に機関レベルはね、すぐにでも、マックスまで持っていきたいぐらいなんで、情報活動は次はセレベス、ジャワ、ラバウルと動かします。でさらに輸送船、これを7隻作って、早速レイテへ。はい、さらに南シナに入っている、おお動いてない、まだ動かし忘れ、いや入るね南シナ次のターンで。でどうしようかな、走路型作っとく、再び、もしくは南シナ海に飛行場を建てるか。まあ南シナ海今最前線というわけではないので、一旦我慢して飛行場を作るの。この走路型駆逐艦、もうね、名前の通り速いはずなんですよ、むちゃくちゃに。さらに4連装の魚雷積んでるので、まあ、かなり期待はしてます。敵の空母を一撃離脱であっさり仕留めるっていうね、でそういう展開を期待してるんですが、さあではマラッカ海峡攻略戦入りましょう。3個艦隊投入します。戦力比較ができないということは、敵の正確な戦力が、まあ、正直わからないという状態にはなるんですけども、味方の方からはですね、勝破しているムツがいるんですが、第1艦隊これを投入していきます。で敵の飛行場はマレー半島シンガポールに第1飛行場、そしてその同じマレー半島に第2飛行場と、さらにその南に第3飛行場と3つありますね。この飛行場全部叩きます。
ールと同時に行きましょう。で、第2艦隊、第3艦隊は一旦委任します。ちょっと一人では操作がしきれないので。了解。敵の艦隊がいるはずなのでそこだけ注意が必要ですね。了解。敵の空母、アメリカ軍の空母がいるな。敵の空母取り逃がすなよ。空母取り逃がしか、まあしょうがないね。この空母の取り逃がしは。敵の空母がいるぞ。再び。ここは艦隊がダメージを受けてもマラッカを取る。断固たる決意でマラッカを取るぞ。第一艦隊は戦艦2隻喪失してますが、それでも取る。アメリカ軍がマラッカにいるとはちょっと想定外だったな。戦艦が2隻になった分火力がちょっと落ちてますね、敵の飛行場を攻撃する火力がちょっと落ちてます。敵飛行場破壊。了解。さあ、あとは索敵だ、索敵。どっかに敵の何かが残ってる。探せ探せ、どっかにいるぞ。揚陸艦がどっかに潜んでる。行ったぞ。これを仕留めろ。絶対に仕留めろ。くそー、無理だったか。敵の第三艦隊、さらに第二艦隊もちょっと残ったんだな。いやー、味方は空母を沈められず、戦艦2隻失ってます。長友に6つ、あとは駆逐艦何隻か失ってますね。早漏型が4隻、入ってますね。さあ、マレオキ、ここから間髪入れず艦隊を送ります。ダメージを受けていても今マラッカはよりダメージを受けてるはずなんで、戦力が優位である以上はダメージを受けてても進行しましょう。で、技術開発はいつもの通り入れていきましょう。物資援助は鉄を供与、その分何かちょうだいねというところですね。で、製造するのは早漏型になります。ちょっと悔やまれるのがあれだね。さっき本当に仕留めきれなかったところかな。まだ戦略的に動くところなので、戦術的にはね、もうどうでもいいので、とにかくマラッカを取るというところですね。では、時間を進めましょう。再びマラッカへ侵入。
いやー、火力がだいぶ落ちちゃったね。なので第二艦隊を率います。今回は了解。敵の飛行場は沈黙。空母がいるな。イギリス軍艦隊ですね。さあ敵の艦隊あとどこにいる？こっちにいたか。空母がいる。しかも空母取り逃すなよ。さあ敵の空母仕留めよう。ここは仕留めるぞ。追う。よし、さあ敵の艦隊どこにいる。艦隊の捜索だな。第一艦隊はちょっとマレー半島の西側を捜索させましょう。で、第二艦隊はこのまま僕が操作していきます。で、キャケン、どこ？空母がいるな。敵の出所がわからない。どこにいる？くそ、またここで敵の空母を取り逃すか。どっかに空母がいるぞ。了解。だは。敵の空母、巡洋戦艦がいたのか。いや、敵の空母もいたと思うんだけど、巡洋戦艦から、偵察機が出ただけ？正規空母。アメリカ軍の空母、撃沈したはず。取り逃したのかな？出てない。攻撃性の戦果確認しよう。第一艦隊はまあみんなダメージ受けてるけど、いずれにしても取り逃したのだけは間違いないね。マーシャル沖か。まあここはいいよ。マーシャル沖にアメリカ軍が侵攻か。ドイツ軍が頼みだね。海大和型作る余裕ないな。ちょっとね、今走路型が何隻か、さらに中型ディーゼル機関の建造が可能という情報が入ってきましたね。南シナは良しとして、ちょっとこれ以上時間かけてられないんで、なんか考えなきゃいけないですね。まず提督座長させましょう。いや待て、ヒューガ、無理か。
第2艦隊は困ったね。こんだけ戦力ズタズタにされると。いや、それでもやっぱりマラッカを取らなきゃいけないんだ。戦略的にどうしても。敵の位置がつかめてないというのが、やっぱりその味方の被害と効率が悪い状態になってますよね。敵を攻略するにあたっては非常に効率が悪いことになってる。まあ、マラッカにも改めてスパイを潜入させる必要は正直ないんですが、というのももうすでに敵の飛行場の破壊は確認済みなので必要ないんですが、入れておきましょう。早漏型建造するのは早漏。本当にね、もうこの早漏型の駆逐艦10隻とかっていう、もうそういう単位で発注かけたいんですけどね。敵の艦隊、おそらくマレー海峡にいるんじゃないかな。マラッカ海峡ね。マラッカ海峡さえ取れれば、このマラッカ海峡で蓋をする。まさにね。でアメリカ軍とは太平洋で決戦に及ぶというのが、まあ考えている内容です。うわ、飛行場が回復してやがる。まあ、ちょうどいいタイミングだからいいでしょう。了解。敵艦沈めよう。ここは徹底的に沈める。逃がすなよ。敵の空母仕留めるぞ。もう一個あるはずなんで、これも潰しにかかる。いやー、もうみんな足がトロットロになっちゃってるね。敵の空母がいるな。いやー、このマラッカでここまで消耗戦になると正直きついな、しんどいな。よし、取ったどーって言いたいわ。本当にこれきつかったな。想像以上に艦隊消耗したね。まあ、敵は正規空母レキシントン、アメリカ軍撃沈、あとはエンタープライズ、これが大破させたのでしばらく行動不能にさせたと思いたいが、このね、インド洋ここで多分防御網を張ってくるからね。敵は、味方の方は駆逐艦部隊で迎撃します。トラック沖に敵が進行してきてますね。了解了解。さあ、昼間に出てきてくれているので雨が止み次第
トラック置きは明らかに東側から敵艦が入ってくるはずなので、やはりな、いるね。いや、いいわ、駆逐艦はこの際いい。逃がすなよ。よし、戦艦撃沈してる。いやー、でも、ちょっとさ、この駆逐艦の撃沈され数やばくない？まず第11艦隊は壊滅でしょ？第8艦隊も半数以上が撃沈されてます。第9艦隊も約半数が撃沈されてる。いやー、この先どうだろう？やっていけるんだろうか？で、敵の方は、正規空母は無傷で逃がしてしまったわけだな。いやー、しんどいで。非常にしんどいんですが、耐えましょう。耐える。まずは機関を変えてだ。第1艦隊、第2艦隊、第6艦隊を第2艦隊に編入だな、これは。で、同じく第1艦隊と第6艦隊、これも合わせて編入しましょう。これで第6艦隊が空きになりましたと。で、第1、第2両艦隊は、マラッカ海峡で防衛に入ります。で、マラッカ海峡を守るには、もう何がともあれ、飛行場。6週間3000全部投入してマラッカで蓋をしないと勝ち目がないので、マラッカに蓋をしましょう。で、金がすっからかん、鉄もすっからかんですね。何もできない、しょうがない。トラック置きは守りたいので、マラッカに輸送船を配備だー。一隻も余剰がない、困ったね。ただマラッカ海峡を防衛して、今2月の第4週なので、7000っていうある程度まとまった金がドカッと入ってくるので、そこで、リカバーしましょう。で、少し余裕が出てきた、石油あるので、これで第6艦隊新たに双楼型で新設します。この第6艦隊本当に期待してる。ソロ型のね、第6艦隊。これ全部ソロ型で入ってる？全ソロ型ですね、これ。本当に。完全なるソロ。そう言っていいと思うんですけど。この、第6艦隊を、ジャワに進出させたいので、レイテイ、まずは出しましょう。で、南シナに行って、南シナ海の第16艦隊、まだ消波なんかい。まだ治ってないのか。それに驚きだわ。あと第11艦隊、これも壊滅してるので、第11艦隊を新設します。まあ、潜水艦隊ですね。ヤマト動かす余裕ないので、残念ながら。海ヤマト型で。で、この第11艦隊をどこに出すかだね。
ハワイ攻略に向けてと行きたいけど、トラック置きだな。トラック置きがもうボロボロになってるからね、今。第8艦隊なんてもう会ってないようなもんだな。これ第8艦隊も空きになりましたね。じゃあ、この空きの第8艦隊に、新建成で、ヤマト、さらには、揚陸艦入れて、ヤマトを第1艦隊に合流させたいので、マラッカへ出しましょう。こんなところかな。ちょっと思ったよりマラッカでとにかく消耗してしまったというのが痛いですね。敵はトラック沖からラバウルに艦隊を動かしています。どうする？トラック沖の戦力あればね、本当にここ、ラバウル取りたかったんですけど、敵の艦隊戦力もそんなにないんでね。まあ、ただ、トラック沖の戦力ズタズタにされたので、ちょっと厳しいかな。では時間長くなりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回。いよいよ、双楼型の超高速水雷戦隊。これがね、活躍してくれるんじゃないかなというふうに期待しています。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。